どうみし、琴音です。はい、というわけで、前回同居人がいない間に1週間後でやってみたっていうこちらの動画が、とてもとても反響が良くてですね、皆さんいたずらが大好きということが証明されたんですけれども、今回もですね、2人がいません。同居人であり、メンバーである2人がいません。またルックブックというものが今とても巷では大変流行ってらっしゃるというわけで、今回は同居人がいない間に勝手に服借りてルックブックやってみたー、イエーイ。というわけで、まぁ、ちょっと、とても恥ずかしい格好をしてるんですけれども、早速着替えていきたいと思います。服もたくさん準備して、靴も準備したので、早速やっていきたいと思います。レッツチェックオー。私が身長160センチで、たたたたたい、じゅじゅじゅ、わぼわぼわー、408です。はい、ということでここからはアフレコがメインになっていきます。はい、ということでさす、ちょっとやめなさい、こら。ということで一着目はね、こちら、ババン、まほちゃんのトップスとなっております。あれ、後ろがねチャックになっていて、とても可愛らしいデザインになっております。まあ、形はね結構シンプルな形になってまして、柄はね意外とねこれ大人っぽい柄になってて、すっごい可愛いデザインになってるなと思って、まあ、個人的にはめちゃめちゃお気に入りなアイテムですね。ということでズボンはこちら、私自分のズボンになってます。黒いスキニーなんですけれども、これちょっとねどこで買ったのかなーって、もう忘れちゃったの、タグ見ても全然分かんなかったですね。そして髪の毛にはカチューシャをパカッとはめまして、こちらのカチューシャも私自分のものになってます。はい、こちらの靴はスピンズさんでご購入しました。はい、ロングブーツに合わせて、カバンもこちらは GU で買いました。あ、肝心なネックレス、ネックレス大事です。はい、再度またポージングを決めて、いかがでしょうか。結構ね大人っぽい感じのコーデになったんじゃないかなと思います。イエイ。はい、そしてズボン脱ぎ脱ぎしていきたいと思います。というわけでこちらは私の T シャツになってます。これは前にザラで購入したやつかな。なんか天使のやつと、なんか形可愛くない、このフレアの形で。こちらははるかの短パンになってます。せっかくね T シャツ形可愛いんですけど、インしちゃって隠しちゃいます。はい、でジャケット、こちらもはるかのジャケットになってます。こういうさ短パンに半袖のジャケットとかやってみたかったんだよね、ずっと。てか欲しい、これも。こちらのベージュの靴も今回初めてねちょっと履いてみた。これは私の靴になってます。はい、それで、まあ、こういう感じでポニーテールで、金のメガネかけてもなんか全然良くないみたいな感じで、はい、全体的に見たらこんな感じになってますね。で、なんかバケハ、黒のバケハとか被っても全然いいんじゃないってこの時今思って、髪の毛整えてから被ります。で、そしたら全体的に見たらこんな感じになります。どうですかね、結構いい感じじゃない。で、まあ、黒いバケハでもいいですし、せっかくね靴がベージュなので、バケハもベージュ持ってるので、ベージュ上と下でベージュで黒を挟むっていう黒バサミコーデもいいんじゃないかなっていう感じです。イエーイ。この人ポージング撮るの好きだね。はい、続いてはじゃん、こちらのピンクの T シャツ、かわいい。はい、こちらの T シャツはまほちゃんのになってて、なんか結構胸が開いてたので、私がたまたま着てた黒のこのレースの、タンクトップを胸から出してなんか可愛いかなと思ったら可愛かった。はい、ということでズボンは私のズボンでなってます。生地がテロテロ生地で結構履きやすくて気に入ってるズボンです。で、さっきの補助ベルトをつけていきます。で、この上にはジャケットをじゃじゃん羽織っていきます。なんかねちょっとかっこよく決めたくて、フェーイエーイということでかっこよく
羽織れたということで騒がしいのよこの女。で帽子はピンク、こちらもまほちゃんのピンクを使ってます。はい、靴はチャイナの靴です。チャイナの靴めっちゃ気に入ってんだよね。とメガネも付け足しました。なんかメガネやっぱ付け足そうと思って、ネックレス金だしね。全体的に見たらこんな感じになってます。今度はピンクと黒コーデになってますね。これもなんかさっきとちょっと似てて、なんか韓国人っぽいコーデになってるので、私結構好きです。ちょっとなんかいい女風ちょっと出てない、出てないかはい、続いてはルック4というわけで、こちらはまほちゃんのワンピースになってます。着てみた感じこんな感じ、どう、可愛くない？なんか下がこう広がってて、なんて言うんだっけこの形。三色ショッピングでね学んだんだよ、名前忘れた。なんかこの形すっごい流行ってるよね。でもまほちゃんねすごいんだよこれ、8月ぐらいからこれ持ってて、やば、先取り女じゃん。妖精。はい、続いてはルック5ということで、今度は先ほどたちとは打って変わって、結構ストリート系みたいな感じで、ヨーヨーって感じでファッションやってきたくて、 T シャツは琴音ので、ズボンははるかのズボンになってます。で上こちらジャケット、ジャージ、これははるかのものになってます。イエーイ。このね海みたいな、青空みたいな青にオレンジつけちゃって、最近この帽子の使い道分かんなかったから今回に取り入れられてとても嬉しいです。スケボーやってますアホだろこの人。でサングラスもつけちゃってからのスケボーやってます。うぜー、なんなん。はい、全体的に見たらこんな感じです。どうでしょうか、ストリートファッション系、ちょっと韓国ファッションストリート系みたいな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで以上が同居人の服勝手に着てやってみたっていう動画撮ったんですけれど もうこの後がねめっちゃ面白かったの。海外の女の人のクラブ朝帰りファッションと K-POP の MV 風ファッションと原宿の店員さん風ファッションをやったの。でなんかちょっとなんかアブハマルさん Why? みたいな感じでめっちゃなんか面白い感じでやったのに、もう見てこれ、こっから全部黒なの。マジで30分ぐらいずっと黒で、ふざけんなよ。はい、ということで以上Qルックブック終わりました。イエーイ。結構ね後半も含めていろんなジャンルを今回取り入れてみたので、皆様よかったらぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで本人めちゃめちゃ楽しかったんですけど、この後、ちゃんと綺麗に片付ければね怒られないと思うので、この動画を見て2人はびっくりするんでしょうね。はい、ということでこの動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。以上、最後でした。バイバーイ。ラピラ、ノー。